しばらくぶりだな、 ANS 職。私だよ、ゴールドマンだ。闇。先ほどの続きだが、1998年のキュリアンテ事件、奴の名こそゴールドマン、世界有数の財閥トップでありゲノム理論の権威者。何としてでも奴の目的、ジェームズ、援護を頼む。わかった。消えるの早い。というわけで、はじめまして、おはようございます。フメイとゼロでございます。私、なんか俺クラッとして大丈夫か、ゲイリー。大丈夫じゃねえよ。なんとか大丈夫じゃねえよ。急にクラッとるかな。ちょっと危ない。リロードがうまくできてなかったの。仕留め損ねたの。こんなもんか。早速撃っちゃったな。もうちょい、まだ降りてこないけど。倒すとこない。こいつは手づら、手づら。バイバイ。はい、こちらエイミー。はい、先ほどゴールドマンから私たちに伝言。何？ゴールドマンから？ええ、そうらしいわ。町の北側にあるコロシアムで待っていると。コロシアムか、罠かもしれないが、ともかく進もう。とにかく、ジェームズ、あそこ。この人は未来予知でもできるのかな。ジェームズ、向こうに。お、なんてことだ。おっとと、おっと、危ない。借り放題、借り放題。おりゃ。さあ、お次はジェームズは地下から進んでくれ。俺たちは上から進んでいく。ああ、分かった。何かあったら連絡するわ。硬い。中の様子を見に行った仲間が戻ってこないんだ。あれほど行くなと言っておいたのに。誰ですか、仲間は。オリブちゃんだね。まあ、もう一人食われてるけど。なんだこいつは。捨てたけど追いつくなかったんだ。ポイ捨て。ゴミのポイ捨てはいけませんよ。ちょっと教育がなってないですね。まあ、弱点は口の中です。あっ、さてもうちょいかな。はい、オッケー。すると全然襲ってこなかった。ゲイリー、後を追うぞ。あの青いやつがね、こう分離してね。分離っていうのかな、多分別個体だよね。なんか一緒にいるけど。というわけで今回のボスタワーは5体です。それだけです。まあそんなに難しくはないかな、今回はね。場所も今回水辺で見やすいしね。じゃあ次ラストだね。ん？次？ああ、体力ね。体力的に。なるほどね。サヨンドルだ。サナダはジェームズだ。ジェームズ、すぐ来て。大変な状況なの。エイミー、どうしたんだエイミー。まあそんなこんなでね、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。